月木さん、おはようございます。どんちゃんでございます。非常に朝日が気持ちいい中動画を撮っております。久しぶり外で撮れてるからめちゃめちゃテンション上がってます。なんかね、夕方みたいな空気ですけど、朝7時頃撮っております。ちょうどね、真正面から朝日が、だいぶね、日がこうずれてね、もう春だなーって感じがしてきましたけれども、しっかりね目を開けていきたいと思います。今日はね、ラナンキュラスラックス、ここ皆さん気をつけてっていうのを注意喚起の動画になりますので、ぜひお楽しみください。それでは行ってみましょう。はい、というところでね、ラナンキュラスラックス皆さん大好き、ドンちゃん大好き、ラナンキュラスラックスといえばドンちゃんね、ドンちゃんといえばラナンキュラスラックスというところでやらせていただいておりますけれども、こちらミノアンさん、やばくないこれ。ミノアン、ちょっとね、こう花がねチリジリになる、そういう性質があるみたいで、今からね花束になるんじゃないかと、そういう予感がしてます。ちょっとじっくり見てほしいのよ、これ。まずこれ可愛くない、これ、これよ、ほら、うわぁ、朝日で照らされて可愛い。なんかね、こう、クシュクシュってなるのよね、ミノアンって。まあ、これが特徴なのか、水切れしてるのか、ちょっとよくわからんけど、なんとなくね、こういう性質があるんじゃなかろうかという感じですけどね。そう、ミノアン可愛いね。ほんと可愛い。ちょっとね、花茎が長いから、見切れちゃうけど。そう、ミノアンは可愛い。ただね、今日の問題は別にあるのよ。これラナンキュラスラックス、今年ね僕育てて、まあ、3年目ぐらいになるんだけど、株がこんなに大きくなって管理したことなかったから、その中での失敗、まあ、失敗というかミスは失敗やね。そう、それをね皆さんと共有せないかんと思って動画を回しております。早速ね、その子を連れてきましょう。その子がこちら、じゃーんと、はい、こちらでございます。さあ、どういう状況でしょうか、これは。はい、こちらラナンキュラスラックスのヘスティアちゃん、お越しいただきました。あれ、ヘスティアちゃん、どうしたの、ヘスティアちゃん、様子がおかしいですね。あれ、ヘスティアちゃん、どうしちゃったの、風邪ひいちゃったね、そんな感じがするでしょ。はい、こちら園芸してる人はもう見てわかる通り、ザ徒長でございます。はい、やってしまいました。どんちゃん、園芸 YouTuber をやりながら植物を徒長させるという、初歩的なミスをしてしまいましたね。ちょっと一回見てみる、徒長の具合をね、近くに寄せます。はい、じゃあ見ていきますよ。こちらがね徒長です。わかる、この感じ、ベローンってなってる感じ、このね葉っぱがヨイーンと伸びてしまってる感じ。例えばね、この子はしっかり茎が太くてコンパクトにまとまって立ってるでしょ、こうね、しっかりと上にね。そう、これがね普通の成長の具合中か、そう、これが普通ね。ただ、うちのティーバちゃん見に行きましょうか。こちら明らかに違うやろ、様子がね。もう自分で自立することもできない、葉っぱも細い、で小さいね、こういう状況で、ほら見て、このもやしみたいな葉っぱ、これが徒長ね。うん、徒長です。完全に徒長。こういう状況がね、なんで起きるかっていうのをね、またちょっと話すから、ちょっと様子だけ覚えといてね、これね。非常にね、大事な動画になると思うから。これね。これね、やっぱやりがち。まあ、園芸好きは、ねえ、こういうことにならんようにね注意するんだけど、ちょっと今年やっちゃったなーっていうのがあるから、ちょっと話しますね。
はい、というところでね、見ていただきましたけれども、あ、ティーバじゃない、ヘスティアちゃんやった。ずっとティーバっていうね、ヘスティアちゃん。ヘスティアちゃんがなんでこうなったかをちょっと説明するとね、うちね、ラナンキュラスラックス、前もね、動画であげたんですけど、いっぱいあるのよ。で、場所がないから、鉢をね、こう、4つぐらい隣同士で置いてたのよね。で、全部大きくなるでしょ。で、全部葉っぱが大きくなって、で、ぎゅうぎゅうになって、外側の子たちはいいのよ。日が当たるから。ただ、このね、ヘスティアちゃん、内側にいたのよね。そう。だから、状況としては、全部ここに立っとったのよ。こうやって。こんな風に。ただ、周りの葉っぱに支えられて立っとったのよね。こんな風に。で、周りに葉っぱがこうぐるっとあるから、ここに日が当たらない。で、日が当たらないと植物ってね、どうにか太陽、ね、私にも欲しいです、言うてね、伸びをするね、葉っぱ。で、高い高いところで顔を出すみたいな。これが徒長。で、徒長のイメージはね、もやしなのよ。わかりやすいでしょ、もやし。はい、もやしってどうですか？長持ちしますか、もやし。すぐ傷むよね。あれは、ひょろひょろって伸びた、植物が弱いっていうのがね、よくわかる。もやし長持ちせんでしょ？そう。で、腐れるし、そういう状況なのよね。で、徒長で伸びた葉っぱっていうのは弱いし、折れるし、良くないのよね。そう。だから、今度自立もしきらんし、そうそう。だからそういう状況が今起きてます。これです。やっちゃったね。まあ、死んではないんだけど、これがね、生育にどう影響するかっていうとね、あんまよろしくないのよね。風が吹いたらと折れちゃうし、こうやってタレーンってしてるとね、結局ほら、日が上に当たらないから、光合成もしにくいし、良くないっちゃね。全部下向いちゃってるからね。そう、だからね、この徒長した葉っぱは直せない。伸びてしまった葉っぱは直せないけど、新しく出てくる葉っぱはしっかり日を当てると短くなるのよ。それがね、今、急遽日に当ててね、新しい葉っぱをこう出さしてるんだけど、ちょうどね、わかるかな？これ。この辺の葉っぱはね、花芽なんだけど、ちょっとほら、ちゃんとしっかり立ってから、しっかりしとるでしょ？ね。これ新しい葉っぱね。で、周りが全部徒長した葉っぱ。だから日に当ててあげると、こんな風に、ちょっとこう復活してくる。まあ、そういうイメージかな。だからね、ドンチャンネルでは、皆さんにね、こんな風になってほしくないのよ。ねえ。ちょっと見栄えが悪いよね。花はね、絶対可愛いんだけど。そう、だからね、ラナンキュラスラックスは、来年、皆さんのラナンキュラスラックス、来年めっちゃ大きくなるから、ちゃんと鉢の間隔開けて、全部太陽がね、根元に当たるように置いてください。これはもう絶対。もうドンちゃんが言うんだから間違いないですよ。ね、僕がやっちゃったから。もう一株ぐらい同じようなね、子がいるのよ。その真ん中にいたと。見えんやん。油断した。ねえ、ラックス看護師として YouTube やってんのに、初歩的なミス。ただこれも経験なのよ。失敗じゃない。経験なのよ。これ経験しないと、皆さんにもこうやって熱く伝えれないし、ね、自分も来年、絶対こういうことまたならんように、気をつけようと思うし、まあいいことではあるのかな。ただしっかりね、今太陽当てて、液肥あげて、もうちょっと過保護にね育てて、今からどんどん暖かくなってきて、今週の日曜日ぐらいに一回冷えるけど、もうね、多分春がすぐそこに来てるから、皆さん今からでも遅くないです。しっかり株元に光を当ててあげる。それやって。今ぎゅうぎゅうに置いてる人、ずらしたらこんななってる子はいるかもしれないから、本当に注意して、皆さん。っていうところでね、今日はラナンキュラスラックス、絶対これやっちゃダメですよというお話でした。ドンチャンネルね、他にもね、ラナンキュラスラックスの動画たくさん上げてますから、ぜひ他の動画も見てみてください。そしてね、どんどんトークという非常に楽しい園芸ラジオを、夜やってる、
ほとんど毎日やってるので、ぜひそちらの方にも遊びに来てくださいね。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。気をつけてね、みんな、これ。